アポロ公式ポッドキャスト、パワーポッドキャストの作り方は、コンテンツで世界を元気に、ブルーポイントインフォーマーケティングの提供でお送りします。こんにちは、アポロです。今日はですね、最強のストーリーテラーというテーマでお話していきます。このストーリーテリングですね、まあ、ストーリーライティングとかもそうですけど、まあ、ストーリーを伝えるっていうスキルですね、まあ、これを磨いていくことが、 マーケティングをする上ですごく重要になってくるわけです。ただ、このストーリーング、ストーリーテリングというものに関してはですね、あんまりまだノウハウが確立されていなかったりとかね、まあ、せいぜいこうヒーローズ・ジャーニーっていう型があるぐらいの感じで、細かい具体的なですね、そういう、まあ、ノウハウとかっていうものは、まだまだね、えー、そんなに知れ渡ってないというか、どういうふうにすればいいのかわからないっていう人も多いと思うんですね。で、まあ、このストーリーってもちろんそういう型もね、 大事なんですけど、じゃあ全部このヒーローズ・ジャーニーに当てはめていけばうまくいくのかっていうと、まあ、必ずしもそういうわけではないですね。まあ、なんか聞いたことあるような話のパターンだなみたいな。よく言われるのが、そのハリウッドでね、使われている、ハリウッド映画によく使われている方がこのヒーローズ・ジャーニーなんですよっていうふうに言われるわけですけど、ね、あこのパターン見たことあるみたいな。それこそワンパターン、アンパンマンじゃないですけどね。悪者が出てきて、悪さをして正義の味方が来てやっつけるみたいなね。 そういうのをずっと見てると、なんかもうワンパターンだなみたいな感じになると思うんですよ。だからこのマーケティングっていう世界においても、単純にこうヒーローズジャーニーをなぞるだけだとですね、なんか聞いたことあるような話だなとかね、なんか先が読めたなとか、まあそういう風になってしまうわけです。もちろんヒーローズジャーニーっていうものはね、すごく効果的だし、時にはすごくね、有効だと思いますまだまだ使えるとは思うんですけど、じゃあその型にはめないといけないのかっていう必ずしもそういうわけじゃないわけですね。 話の構成とかはぐっちゃぐちゃでも、そこにこう熱がこもっているのかとかね、そういうところが大事なわけです。以前にお話したことあると思うんですけど、この語り手ですよね。語り手がどういう人なのかによって、伝わり方も全然違うわけですよ。同じ話、例えば桃太郎な桃太郎で、それを読む人によって、棒読みで読む人もいれば感情を込めて、それこそプロの声優とかであれば、すごく感情を込めて、ね、上手に読むでしょうし。だからその話の内容は全く一緒でも、 この伝える側ですね。語り手のスキルによって全然伝わり方っていうのは変わってくるわけです。で、この語り手のスキルっていうのはもちろん感情を乗せるっていうのもそうなんですけど、じゃあどうやったら感情が乗るのかってことですね。上手に喋れば、じゃあみんなそれね、いいストーリーになるのかっていうと、やっぱりそういうわけではないと思うんです。上手に喋ってるけども、でもなんかね、あんまり心に刺さらないみたいなものもあると思うんですよ。だから僕はまあオーディオブックとかも出してますけど、オーディオブックって基本的にね、やっぱりそういうプロの 声優とかナレーターとか、まあ大手出版社がプロの声優ナレーターを雇って、まあ、すごくクオリティの高いコンテンツを出してるんですね。だからそういう点においてはすごくいいとは思うんですけど、じゃあその声優ナレーターと呼ばれる人たちっていうのは、その本の書き手自身ではないので、そこにどこまで感情移入できるのかってところになると、もちろん彼らもプロだから、その感情を乗せるスキルっていうものは持ち合わせているとは思うんですけど、当事者ではないので、 あくまでも第三者として演技として感情を乗せるみたいな感じになると思うんですね。だからそういうのもあって僕は自分自身で収録してるっていうのもあるわけです。よ。自分が伝えたいメッセージを自分自身がしゃべることによってそこにエネルギーが乗る。本気で自分の本音を喋ってるんで自然とエネルギーが乗るわけです。だから僕は決してそういうナレーターとか声優とかに比べたら全然そのトークスキルとかね話すスキルっていうのは劣ってるんですけど。 自分が作ったコンテンツ、自分が伝えたいメッセージだから、その感情とかエネルギーっていうところに関しては、彼らともね、まあ同等以上に戦えるっていう、まあそういうふうに思ってるわけですね。だからそれがやっぱりコンテンツの価値だと思うんですよ。そこにどれだけ伝えたい思いがあるか。それが偽りのそういうね、えー、メッセージとか感情ではなくて、本当に心の底から伝えたい思いがあるみたいなものがあるかどうかが、やっぱり相手の心を動かしたりとかってあるわけなんです。 なので、ストーリーテリングっていうのは必ずしもね、そういう上手に喋んないとダメなのかっていうとそういうわけではないし、ね、心がこもっていれば、それだけで相手の心を動かしたりとか、っていうこともあるわけですよ。この型通りになっていなかったとしてもね。だから、このストーリーテリングのスキルを身につける上で、最強のストーリーテラーっていうのは誰なのかってことですね。例えば、まあ、怖い話だと稲川淳二とかね、あの人すごいこう怖い話上手じゃないですか。だかそれで、点においては彼は、まあ、その、 怖い話の分野はね、まあ超一流のエキスパートだと思いますし、ただ、このストーリーっていうものも、いろんな話があると思うんですよ。さっきみたいに昔話、桃太郎とかね、そういう話があったりとかすると思うんですけど、基本的に、そのストーリー、最強のストーリーテラーは誰なのかっていうと、自分自身なんですね。なぜなら自分自身のストーリーだから。だから第三者のストーリーを語るっていうのは、もちろんそういうスキルとかがね、必要になってきたりとかすると思うんですけど、自分の話をするときっていうのはね、 自然とそういうことがね、できるようになると思うんですよ。だから、やっぱりその自分の話だからこそ自分が一番思いを伝えられるっていうところをね、えー、言うならば、やっぱり最強のストーリーテラーは自分自身だなと思うわけです。だからそこの話し方が下手くそであったとしても、ね、そこにどれだけ思いが乗ってるのか、思いが乗るっていうのはやっぱり自分自身がそこを体験してるからこそ伝えられるっていうのがあるわけですね。だそういったことをこのポッドキャストの中でも、 発信していく必要がある。ただノウハウだけを発信していてもね、あ役に立つのためになったなーで終わりなんで、なかなかファンっていうものができづらい。で、このファンを作る上で重要になってくるのが、このストーリーテリングなわけですけど、スキルでどうこうしようっていう部分もね、もちろん大事ですし、その型とかってものも、ね、意識した方がいいケースもあるんですけど、一番やっぱり、ね、自分自身が当事者として、ね、本当に心の底から伝えたいみたいな、その思いがあるかどうかっていうところが、やっぱり大事だと思うんですよ。 だからそういうたどたどしい喋り方でも、ね、十分思いが伝われば、例えば過去のすごい辛い体験、家族との別れとかね、そういうので本当に込み上げてきて言葉に詰まったりとかね。でもそれって別に上手には喋れてないかもしれないけど、多分心を打つと思うんですよ。そうするとその,そのストーリーにおける最強のストーリーテラーは誰なのかってなると、まあ、語っている自分自身、まあ、その体験を実際にした自分自身なわけですね。だからどんどんそういうストーリーを自分自身でね、伝えていく。 っ変にこう上手にしゃべろうとすぎない上手にしゃべろうとするっていいわゆるその作り物感が出るから、まあ、作り物としてなんか台本作ってただ読んでるだけみたいな感情乗らないですよねそういうものじゃなくてやっぱりね自分の心からこう思いを伝えていくそういう本当に台本とかも一切作らずその場でね自分が感じたことを伝えていくっていうのが逆にそれがね良かったりとかするわけですしやっぱこのオーセンティックにするっていうのがね すごく大事ですよっていうの何度も言ってると思うんですけどそう日今、まあ、しっかりとしたものを作るクオリティを上げようとして、まあ、洗練されたものを作ろうとするっていうことも当然大事ではあるんですけどもそれをすることによっていわゆるその作り物かこのストーリーって本当なのみたいなあんまりこう臨場感を感じられなかったりとかね下手くそでも一生懸命しゃべってね伝えたい思いがあって自分の感情がまさにその場に乗っていたらそれこそ役者じゃないですけどねもうその自分がその場の一つ一人の登場人物として まさに喋ってるかのようなね。まあ、そんな印象を与えることもあると思うんですよ、きっと。だから、やっぱりそういうね、えー、自分の過去の体験とかっていうのを実際自分の言葉で伝えていく。変にそこの型に当てはめようとかするんじゃなくて、別に構成とかぐっちゃぐちゃでもいいわけじゃないですか。必ずしもね、そういうなハッピーエンド、その、 だけが全ての型ではないしヒーローズ・ジャーニーとかってら基本的にハッピーエンドですね。でもバッドエンドのケースもあるわけだし、一旦こうね、頂上登り詰めた人がまだ転落するみたいなものもあるわけだから、まあ、いろんな型があるわけですよ。で、どれがいい悪いって特にないし、そのケースバイケースで状況によっても変わってくるし、やっぱその自分が一番伝えやすいもの、自分の言葉でこう説明できるものっていうものがやっぱり一番いいストーリーだと思うんで、変に型とかにこだわらないってはいいと思いますし、 このストーリーにおける最強のストーリーテラーは自分自身なんだと。これを、ね、一番ね、相手に伝える、伝わりやすい形で話すことができるのは自分自身なんだっていうふうに思う。と、自分は最強のストーリーテラーなんだっていうふうに感じられると思うんで。演じるとか、ね、そういうスキルっていうのはもちろん声優ナレーターとかね、そういうプロフェッショナルの人たちにはかなわないですけど。 でも別に演じる必要もないしね。ただありのまま自分の言葉で自分の感情を乗せてそのまま喋ればいい。でもそれでも十分ストーリーっていうのは伝わるわけだから、まあ、そのことを意識していく。で、それってやっぱりもちろん文字でもいいんですけど、こういう音声とか動画とかね、で伝えていくっていうのもすごく大事だと思うんです特にポッドキャストとかね、ストーリーを伝えやすいので。 まあ最初から最後まで聞いてくれる人も多いですね。YouTube とかだと途中でね、話の途中でいなくなっちゃったりとかするから、やっぱり最後まで聞いてもらいやすい、こういうポッドキャストとかでストーリーを伝えていくっていうのがね、すごく効果的だと思うんで、まあ過去に体験したこと、まあ、人生が長ければ長いほどいろんな体験をしてると思うんで、そういうものでね、ちょっとでも使えそうなものがあったら、短いバージョンでもいいから何かしたストーリーをね、伝えていく。 良かったこと、辛かったことね、プラスマイナスいろんなストーリーあると思うんですけど、そういったものをその自分の感情を乗せて自分の言葉で伝えていく。そうすると、あなた自身がですね、その最強のストーリーテラーになることができるというわけです。